じゃあ、 自己紹介からまず行きたいと思います。じゃあ私から行きます。雨を降るな、でも雨は命の源でもあるという、今田んぼで真っ盛り、千葉県鴨川市という房総半島南側のザ日本のふるさとの風景、里山に暮らして10年以上経ちました。歌いながら、そして子育てをしながら田んぼと畑を耕しております。反応反歌手の八重です。よろしくお願いします。じゃあ皆さんこんにちは、よろしくお願いします。京都の綾部という大変田舎からやってきました、塩見と申します。八重さんのところも田舎だと思うんですけども、我が家から一番近くの信号、何キロぐらい、何キロぐらいですか。信号ですか、はい、4キロ。あ、じゃあちょっと私負けます。信号機ですよね。うん、8キロ。8キロ。あ、かなりかなり、ね、信号自体はあるんですけど、機はない。あ、そうです。うん、3キロぐらいなんで、ちょっとね、僕の方が高いかなって感じなんですけども、綾部からコンビニは、ちなみに。コンビニはない。コンビニない。まあ、綾部はあるんですけど、まあ近くにはないです。近くにはない。はい、ないですね。はい、うん、じゃあ私反応反歌という考え方を、まあ、20年ほど前からこう提唱してます、塩見と申します。今日はどうかよろしくお願いいたします。では右で、はい、八重ちゃんとくっついてね、はい、はい、くっついて、はい、信号が私は飲み屋をやってて池袋で店やってるんですけど、信号が 200m ぐらいのところにあります。はい、はい、で操作っていう、週3回は操作っていう千葉の田舎に行って、でもそこも田舎なんですけど、たまたま信号がやっぱり 200m のところにある。ね、あ、そうでしたっけ、ね、お二人よりも見ても分かる通りこうセンスあふれる都会人のシティーボーイですか。シティーボーイ、シティーボーイ、見て分かるでしょ。見て分かるでしょ。いや、笑うとこじゃないですよ、ごめんなさい。はい、飲み屋を営み、それから田んぼ NPO を営んでる高坂と申します。よろしくお願いします。はい、玉突き、たまには月でも、そうですね、はい、眺めましょう。はい、行ってないんですよ、一度も行かないきゃ、ね、まあ、そうだよね、と思いながら、彼は来てくれてるけどね、そうです、ヤイちゃんはね、そうなんですよ、うん、お酒大好きなのであれさっき寺と飲んでませんでした。飲んでる、もう酔っ払ってる。酔っ払ってる寺田本家のお酒。あ、うちのお店のね、裏に、ね、ゲストハウスができたから。あ、ゲストハウスだよね、そうそうそうだから、まあでもヤイちゃんにそんな安い宿に泊まって来てくれって言うのもなんだけどね。いや、全然いいですよ、全然その辺で寝ますよ。そうなんですね。でも本当に居酒屋っていう発想がね、バー、居酒屋、ねえ、いいなと思うんですけど。そうですね、酒飲まして酔わせるのが一番、人を洗脳するのに一番薄いですよ。反応反 X 強に、塩見さんの反応反 X 強にやっぱり染めるには、やっぱり酒を飲ました方が一番効率ですね。反応反 X 強って言ってましたけど、今や日本を飛び越えて海外でも反応反 X の波が広がっているということなんですけど。今もちょうど綾部に香港から旅人が来てるんですけども、うん、ちょっと最近びっくりしたのは、香港大学の学生、大学院ですかね、反応反 X の論文を書いたとか言ってられて、なんかそういう人が現れてたりとかするので、まあ大変面白い時代が来たなと思います。なるほどね。まあ本当に時代が来たっておっしゃってましたけど、私も父と平和の祭典というのを、まあここのね、父と平和の祭典という、まあ、テントに貼ってあります。これ
2007年からスタートして種まき大作戦という運動を続けていまして、昨年10回目の血と平和の祭典が無事終了しまして、でまた新たにね、次の、まあ、新たな時代がやってきたという意味で、まあ、新たな意味でまた再開していきたいという思いがあるんですが、まあ、今日アースデー東京から血と平和の祭典という、まあ、このステージでいろいろお話をさせていただきたいと思うんですけど、私実行委員長をしてまして、実はあの八田健太郎さんにあそこでお酒飲んでます。ファンキーなこの、あれいないね、まあいいや、お酒飲んでます、お酒飲んでます、はいはい、あの藤本敏夫って私の父、亡くなったのが2002年でした。でもう本当に生きてたらどれだけ面白かっただろうかなと。で若い人たちに農業を、有機農業をやろうよ、広めていったりとか、あとまあ日本、まあ、その政府に対しても有機農業推進法というのを認めさせようという、本当にあの邁進していました。もう病床ベッドの上からもうそういう会議や原稿を書いたり、もう最後まで最後まで走り続けてたという印象があるんですけど、まあ、でも実際にその今の姿を、まあ、上の方から見てると思うんですけどね、絶対に見てると思います。しめしめと。で私も移住しましたしね鴨川自然王国という農園があります。そこは私の父が見つけた、まあ、パラダイスですね。でここで米野菜、作ってます。で冬は全部薪でストーブやりました。燃料もあります、水があります、本当に綺麗な水があります。で綾部もそうですよね。で命つなぐにはもうここしかないぞと、こういう場所は日本全国まだ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 残ってると。でそれをその震災もあり、これから何が起きるかわからないという中で、そのシェルターであるその場所をね残すっていうのは私たちの今のすごい大きな使命じゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。いや本当ですよ、それこそこの血と平和の祭典っていうイベントが始まるときの最初のミーティングで配ってもらったお父さんの藤本敏夫さんの脳的幸福論からの抜粋のウェルネスファーマーとかね、あれは読んで感動したんですね。これがこの行き詰まった社会を変えていける、もう唯一と言っていいかもしれない都市と田園をつないでいく生き方、そうすれば都市も田舎もお互いに共存し合いながら持続可能な地球にしていけるし、俺たちが安心して生きていけるっていう、そういう提言をお父さんがしてくれて、おそらく塩見さんも藤本敏夫さんの本を読んだりして反応反 X っていうものにつながってたと思うんですけども、それぐらいすごいことを、あの時には多分変態と思われたかもしれないけどまあかなりね、でしょうね、今はこんだけのものになってきてね、まだまだ途上ですけど、すごい。そうですね、まあ、農業そのもののイメージはね、もう農業なんてやめてどん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 町に出ていこうと、で物を作る工業的な人工的なものをどんどん世の中にいっぱいにしていこう、消費させてお金を巡らしていこうという、その時代があり、あったその邁進してた時代に逆を行こうとするっていう、もう給料半分で出勤時間も半分で、あとは農業をやりましょうって大地を守る会に最初やった時に言ったら、もう大反対を食らってってことはあれだ、俺のダウンシフトよりやっぱりお父さんのことが、もうお父さんがやってることの方がすごかったんだね。ダウンシフトですよね、もう仕事減らして給料も減らすからねって言ったら、みんなからクレームでね。でもその方がどれだけ豊かに家族との時間を作れて自分の人生は豊かになるかっていうことを、まあ、一生懸命唱えてた。で実際に私も半農半歌手っていう自分で、まあ、自称なのでまだ認定とかあるんですか、半農半 X 私たち認定してもらえてるでしょうか自由に使ってます、大丈夫ですか自由に使えると、みんな半農半 X であるっていうことで、その豊かさを取り戻せるんだっていう、
まあ、ぜひその辺のハンドハン X についての。そうですね、もう本当にあの誰でもなれるし、うん、あのボランティアでもいいし、あのフルタイムじゃないと思いますので、絶対そういうわけじゃないし、あの面積も関係ないというふうに思っています。うん、都会でもいいし、あの田舎でもいいし、もう自分 の, あの大好きなことをやっていただいて、社会を変えていただいたらいいなと思いますね。西海さん、ちなみに反応反何ですか？まあ、今はですね、ちょっとあの、まあ、もういい年になりましたね。結構スタッフはまだ若いですけど、僕はちょっといい年になってきたんで、若い世代の応援はね、やっぱりするという、まあ、お二人はもうされていると思うんですけども、まあ、最後のご報告というかですね、まだ最後に早いですから、ね、なんか隠居しちゃうみたいな、ちょっとそうで、まああのまあ、僕のちょっと 大げさに言うと、あの日本の進むべき方向を、まあ、言葉で表現したり、まあ、こういう方向になればいいなというのは市民発で、まあ、言葉を作りたいと思ってますけど、なんかそんなことを やっていきたいなというふうに思います。で、僕はあの、ね、前回アースデーでちょっと歌を披露したらちょっとトラウマになりましたけども、まあ、歌はできないんで、あのでも言葉の力は大事だと思っているので、まあ、言葉で発信していきたいなと思いますけど、はい、いやでも本当にあの反応反歌手って自分で言ってたら、それ何ですかって反応する人がすごく多くて、それ何ですか、でその言葉の強さというか、やっぱりこう入っていく、何だろうと思わせる。で農業って実はみんな毎日毎日食べてるのに、それが田んぼとか畑とか海とかにあんまりこうつながって見えてなかった、見えてないと思う。私も実際そうでした。だって人参の葉っぱとか知らなかったんですよ。こんな形してんだな、大豆ってこんな感じなんだな、大豆が枝豆なんだなってことも知らないし、当たり前のことを知らなかった。だからそれを、まあ、あの自分が入っていくことで、そのストーリーがちゃんとこうつながっていく。あ、私食べ物で生きてるし、なんか食べ物があるから生きていけるんだっていう、あの震災を経て生きているから生かされているにあのシフトしたんですね。うん、すごい、あ、生かされてるんだよ、そうだよねって、まあ、当たり前なことだったんですけど、でもまさに今それがどんどんこうもっともっと感じなきゃいけないっていう時代に突入っていうか、危機的ななんか時代、まあ、戦争の影も見えてきてっていう、どうですかその辺の子供たちは。いや、まあ本当に頭では生態系とか、なんていうんだろう、生態系のこういう三角形のピラミッドとかね、生物多様性とか言葉では分かってても、それね、実際に土に触れないと分からないところってあるじゃないですか。やっぱり五感、知識と知恵は違うわけですよ。だからうちの店に、まあ、私が飲み屋やってるんですけど、飲み屋にたくさんのいろんな人が来てくるんですけど、反応反 X の X を探すのはね、私は正直言うとね、それなりに難しいっていうところあると思うんです。でも脳はですよ、誰もがやってきた。だから今こう私たちこう生きてくれてるんですよ。種をつなぎ、土を耕し、海で魚を取り、川で魚を取り、森からさ、ね、いろんなものを取ってきてって、誰でも本当はできることなんですよ。だからあの私脳できるでしょうかってくると、いや大丈夫だよ、行けばできるから。 X の方はそれなりにちょっと苦労すると思うけど、だから反応反 X の脳は本当にシムさんが最初言った通り、あのプランターで種を落とすだけで大丈夫ですから、ぜひ X はね、それなりにみんな悩んでもらって頑張ってもらって、私もアドバイスできるところはアドバイスするけど、脳にはもうすぐ来てほしいし、来なくてもいいから土を持ってきてベランダで何かしてほしいですよね。この間あの操作の田んぼも見させていただきました。どんどん今大きくなってるって聞いてますけど、まあ、大きくするつもりはないんですけど、うん、そこに参加する人たちがその玉突きお店に来てちょっと悩める人だったり僕どうしたらいいだろうみたいな人をどんどん引っ張り込んで今田んぼをさせてるって言ってまあ、あの別にうちの田んぼだけに連れてくるっていうのは目的なくて、日本中に知って
ってもらえるように、うん、例えば千葉だけじゃなくて、例えば北海道に行きたいって言うと北海道の農家さん教えてあげたり、移住してるやつ、宮崎行きたいって言ったら宮崎って、そうやって13年お店やってきてるから、そういう人たちがたくさん47都道府県にいるので繋いでってあげるんです。で同時に、まあでも藁も掴みたいっていう人はうちの田んぼに来てもらって藁を掴んでもらうわけです本当に藁掴むんだ。そう変化しました、何かこう変化。いやみんな変化してやってますよ。だから今日あれ、あ、いた、彼営業会社で企画で物流じゃないな、なんか販売飲食店かなんかの営業やってて、でも今本当は最初に来た時、うちの店に来た時自殺しそうな顔してて自殺しそうな顔、今はマッチラな顔してるけどね。でこの間田んぼ連れてね、来たいって言うから来てもらったんですけど、どうでした、田んぼ。楽しかったね。それだけ俺らね、なんか変わるんですよね。変わるんだよね。そっか、自殺しなくて しちゃいけないね、うん、自殺まで考えてはいなかった。え、ちょっとどうぞどうぞ前にでも本当じゃあそういうさ、藁を掴んで変わった自分の、あ、ちょっと、本当1回しかまだお邪魔してなかったんですけど、まあ、結構仕事の方でしんどい時期だったので、お邪魔して楽しんだって、すごくいい気分転換になったし、そうですね、で、あ、こういう生き方もあるんだなっていうことが、ですぐそれがやれるかどうかはやっぱり X がすごく難しいっていうのはそうだなっていうのもあるし、でも自分の中でこうずっとこの仕事をずっと続けてはいいっていうことじゃないなっていうのはすごくつかめたっていう、こんな形です。どうぞ期待に。そこにね、3、4年ぐらい前かな、やっぱりうちの店に来た自衛隊をやってた人とか、幹部だったんですけどね、そういう人たちが田んぼ行きたいっつって草取りに来てもらったんですよ。その人がね、今は辞めて広島に移住するって一昨日来てくれたんですけど、まあ、そうやって一緒に草取りしてくれて、そこにね、浜谷玲子ちゃんっていう女の子がいるんですけど、その時にも草取りしてくれた女の子は今や西表島に移住して、ゲストハウスをやってね、ちょっとほら宣伝してだって、西表島行く人は彼女のところぜひ行ってください。マステレイと言います。え、もともと何をされていたんですか。もともとは東京でアパレル企業に勤めてました。企業で勤めてたんだ、企業戦士だったんだ。けどやっぱりもう物は溢れていて、それを売ることへの苦しさに耐えられなくなった時に一人旅に出て、その一人旅に出た沖縄の島で偶然高坂さんにお会いしました。でその時に反応反 X って知ってるということで塩見さんの方をご紹介いただきました。それでダウンシフターズと反応反 X ということを初めて知った時に、もう自分の生きる方向はこっちなんじゃないかというところで、もうそこは向かっていくしか。でもすごい幸せそう、西表島でエネルギーをいっぱいもらって本当に幸せです。幸せって塩見さん、自分で掴むものですかね、どうですか。まあでもね、八重さんの歌でそこら中に神様があの歌が好きなんですけど、一番大好きな、本当ですか。あの歌を歌えるってね、大事な、やっぱりもうすでに、まあ、あるし、まあ、気づくことね、幸せはやっぱ気づくことって、ね、そういうこともあるので、でもね、ハンカチ落としみたいなもんでここにあるんじゃないかなと思うし、まあ、でもね、掴みに行かないといけない、まあ、両面あるかなと思いますけど、ね、でも幸せそうでよかったです。久しぶりに再会しましたけど、まあ、いろいろあるよね、いろいろあるけど、でも楽しいよねそうね、仕事だって、まあ、うちによく来る人たちも仕事を辞めるわけにはいかないわけですよ。やっぱ仕事収入っていうのがあって、家族がいて今の生活がある、それを全部捨ててじゃあ農業っていうわけには全くやっぱりいかない。
でもやっぱり変えたいと思う気持ちもある。でどうしたらいいんだろうって、私最近ね主人とも鴨川自然王国ってどういうとこなんだろうっていうのをもう一回再認識しようと思って、でそれは体心を癒しに来る場所でいいんですよね。週末本当に一瞬でもいい、全部を捨てて変えるシフトじゃなくて、自分の中で気持ちいい楽しいみたいなことが一番大事に核にあるようなその生き方をしていければいいと思うんですよ。そうすればまた仕事にも向き合っていけるし、もう本当戦いに近いじゃないですか、やっぱりサラリーマンの人って満員電車に乗って、もう本当に私サラリーマン経験ないんですよ。だからね、だからそんな、なんか脳天気に見えるんですけど、ちょっと真似けな顔してますもんねもう嫌なことはやらないっていう、ちょっとコロナ禍でちょっと電車毎日乗ってる人、はい、毎電車乗って出勤されてる方、すごい、あれすごい風景ですよね、満員電車って。本当に、まあ、私はここで生まれ育ってるので結構人混みは好きなんですけど、でもやっぱりあれにもうこれ以上乗れないって言って農業をやりに来た男の子もいました。彼は今完璧に農業者として始まってるんですけど、だけどやっぱりここしかないよっていう狭い中じゃなくて、こっちもあるじゃん、じゃあたまにこっちはたまにこっちもみたいな、いいとこ取りして生きていければいいんじゃないですかね。あ、本当そう思いますよ、うん、だから会社辞め、俺もね会社辞めろって勧めるけど、この人辞めちゃったらやばいなって言って決して突き落とさないようにしてて、要するに選択肢があるってことが大切なんですよ、うん、だからいざとなったら食い物、八重ちゃんのとこに行けば大丈夫ね、塩見さんのとこ行けば大丈夫とか、農家さんとつながってれば大丈夫だとしたら、嫌なことにノーと言えるし、ね、自分の秘書が、自分の上司が総理大臣夫人だったとしてもですね、私はその土地を8億円も値下げするってことには嫌ですって言えるわけですよね。それ言えないっていうのはやっぱりどうしても、つまりお金というものが、そこでその言い方しか知らないとそうなっちゃうんだけども、そうですね、縛ってるんですね、自分で自分の体を、体っていうか生き方、人生縛りつけちゃう。まあその一つは、私はやっぱり借金ってすごい、そういう意味では縛るっていう意味になっているんではないかっていう、今若い子たちの、まあ、テレビでも特集がありました。大学生たちみんな学校の授業のお金を払うためのっていうか、まあ、奨学金であるとか生活費だったりとか、だからもう学生なのに借金をしているっていう、1000万超える場合は普通で3、400万ですからね。ねえ、すごいですよね、その縛るシステムみたいのもなんかありますよね、きっとね。巧み、本当にこの経済市場主義は、それと違う、やっぱり軸足持っとけばね、軸足を持つ、だからまさに八重ちゃんも反応反歌手で、仮に CD が売れなくてもコンサートで一人しか来なくても死なないわけじゃないですかそうですよ、食べるものもあるから ね米野菜はありますから、別に CD が売れなくても生きていける、だからもしかしたら反政府的な歌を歌って、もう別にそれで CD 売れなくたって私は根性曲げないって言えるわけですよね。そうですよ ね。そう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 、迎合する必要もないし自分を歌えばいいんですよ。だそれって本当に自由であるっていうのは、自分の表現が、歌手ってだって音楽って嘘がつけない一つの表現方法なので、そういう意味では、まあ、反応反歌手ってよかったなって思いますけど。素晴らしいですね。僕も最近ちょっとチャレンジを始めたんですよ、あんまり人には言ってないんですけど、芸大の大学院に行ってましてですね、歌練習してるんですか？歌わない方美術の方ですね、まあ、まあ街づくりとアートとかね、やっぱりつながってるので、もうちょっと新しいですね、自分のチャレンジとして
やっぱりもう少し枠を外してなんかできることがいっぱいあると思うんで、そういう意味では選択肢を増やすこの社会にですね、なんかこの危険な社会になんかこういう選択肢もあるよっていうのをまた、ね、そういう意味では枠を広げていきたいなと思って、この春からですね大学院生に例大生になりましたので、またよろしくお願いいたします。噂によると塩見さんの周りで塩見さんが大学行っちゃったから他の人たちが大変でこう連絡が取れないとか、そういう噂もちょっと聞いたことありますけど、大丈夫、まあ大丈夫です、はい、まあ、でもね、農作業やってるとアートだなと思うことたくさんありますよね。まあ、泥さ、ね、土触ってるだけでもそうですし、僕明日農作業があってこの後帰るんですけども、はい、まあ、本当に、ね、村人はアーティストだなと思うこともいっぱいあるし、何かねそこから学んで、まあ、僕にはもう若い感性はないですけども、何かね次の贈り物ができたらいいなと思ってます。そういう意味では八重さんのようにアーティストを目指してですね、高坂さんのように歌えたらいいんですけどもアーティストを僕も目指していきたいなと思います。まあ、でもアーティストですよね。みんながアーティストだね。みんなアーティストだと思うんだよね。それぞれ自分の思いを表現して生きてるわけですよね。手段はいろいろあるかもしれないけれども、でも、まあ、私はあんまり自分にいつももうほんと正直に生きてきちゃってるので、嘘がつけないので、なんだろう、もうほんとやりたくないことはやらないし、楽しいことだけを追求していこうと思っててまあまあお金の計算もできないタイプなんですけどだから、まあ、私の主人は苦労してます、経営するのには。まあでも究極やっぱり食べるものをまず持っておくっていうのはすごく大事 で持っておくというよりはその環境を残すっていうだけで、食べ物ってもう生えてんですよね。まあ、あの辺にあるもんちょっと食べれそうにないんですけど、私が住んでる里山のもん食べるものだらけなんですよ。この時期はもうわんさかだよね。わんさかですよね。でそれを天ぷらに、もう大体何でも天ぷらだったら食べれるんですけど、ただだしよ、ただですよ全部。だからそういう意味ではそういう大地、まあ、土、太陽、水、そういうもう原本当に基礎となるものを残すっていう、それがすごく今必要なんではないかなって思いますね。うん、鴨川はね、鴨川、はい、自然王国のこともなんか関心があってね、まあなんかもう一度見つめ直してるとおっしゃったんで、そうですね、うん、まさにちょっと今ダウンシフトをしようかと。今やっぱり農地もどん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 請け負って大きくなりつつあったんですけれども、もうちょっとやりきれないと、うん、楽しくなくなっちゃうんですよ、辛くなっちゃう。それを今やめ半分ぐらいにちょっと今年は減らしてしまったんですけど、でもその分ちょっと余裕ができてきたので、もっともっとお客様楽しんでもらえるような企画を、でカフェも土日で今営業しております。カフェ園という場所ですし、あとはもっとねやっぱりね研修生も今年いないんです実は。王国なんかあんまり来なくて、ぜひやってみたいし遊びに行ってみたいという方、ぜひ鴨川自然王国遊びに来てください。いいとこですよ本当にね。すっげえ山奥ですよ。車がすれ違えないくらいほどいいとこですよ、ね、すれ違えないぐらいですね本当に。ぜひぜひ、まあ、操作もねとても素敵なところですけれど、操作はさっきも言いましたけども、鴨川は反応反 X 優等生が行くところだと思っていて、そこでこぼれ落ちる、なんか反応反 X ってかっこいいな、でもなんか私不細工だな、ダメだな、うまく要領悪いなっていうのがうちに来てますので、反応反 X 劣等生の人たちの聖地ですので綾部は割合平和の街でもあるんで、ちょっとね、それとか合気道の発祥の地なんで、反応反合気道みたいな人が来てくれたらいいなと思います、ね、あとなんかエスペラント語が綾部からこう広がったらしいので、エスペラント語に関心のある人とかですね、ちょっと変わった人が来てくれたらいいなと思います。いろんな発祥があるんですね綾部はね。でも本当にね、きっかけはちっちゃな本当に、うん、遊びに行こうかなみたいなことでいいと思うんですよ。やっぱり楽しむ、いかに自分の人生を楽しむか、楽しい時間を
たくさん過ごすか、家族と一緒に過ごす時間、会社にいる時間も含めて楽しい時間をもっともっと増やしていければいいと思いますね。八田さん楽しいよね毎日が。だってこの格好からしてさ楽しくないからしてないよねこれね、ファンキーな質問があればなんか聞いてみたいなと。いやちょっとやりたいんだけどちょっとお金のこと言ってた3人、ちょっと俺トイレ行ってて聞いてなかった。お金はどうですかね、田舎の、あ、軽トラの話をしてたけど、小坂さん商売やってるからな。あ、この3人にお金のこと聞いた。俺そんなにお金使ってないな多分。今度ね2万円のね家に住むんですよ、あの月、そうそう、あの引っ越すんですけど、あのそういう家がいっぱいありますよね。今皆さんちょっと計算してください。ちょっとた高いんじゃない？ 2万円だと高いよいや浅田って言ってる。2万円だったからうちでもそうだよ。うち町だもん、小川町だよ。あ、そうだね、小川町、町って言ってるけど田舎じゃない。え、まあ有機農業の最先端だよ。そう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 、うちあれだよ、うち自慢じゃない、自慢じゃない、年間8万ですよ。あ、すごい、年間。あ、あそこに住んだあこちゃん、あこちゃん年間2万だからね、2万円して生きてんだから。はい、はいはいはい、まあ通るだけね、後で説明するから。あこちゃん通り過ぎちゃって。あこちゃんです、年間2万、年間2万円だから、全て含めて年間2万円だからね。もちろん税金払ってないよね。だって払う必要ないでしょ。ないよね、でも消費税ぐらいなんか買ったら払うのかな。まあいいや、まあそんなことはいいんですけど、本当にお金が安く済むってことですね。別にお金を敵視してるわけじゃないんだけど、頑張るっていうのはさ、仕事頑張るっていうのをやっぱ稼ぐってことが結構皆さん多いじゃないですか。僕も頑張りますよ、仕事で稼ぎたいからね。だけどやっぱり辛いじゃないですか、やっぱりね。だからそういう意味ではちょっと緩やかになったかなと田舎行って、うん、ちょっとね、僕馬込に住んでたんですよ。三島由紀夫住んでたところですからね。いやー高かった、17万って言ったからね、一軒家1ヶ月ですよ、年間じゃなくてね。いやーもうね、絞り取られた感じありますよね。絞られたね。で2万円だから、ね、絞られるとこうやってつぎはぎだらけの服になっちゃうわけですよ。最近ほら、縫ってるからもうね、チク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 。いや、おしゃれだよ。いや、おしゃれなのか汚いのか分かんないけど、多分おしゃれなんだろうな。いや、まあいいんだよ、いいんだよ。個性。ね。はい、ということで、俺が質問したんだっけ、俺質問ないですか本当に。あ、でもね、個別に質問してください、いるから。ね。あの、この後、ややちゃんはライブで、まさるちゃんはこの後仕事なの？今日はないですよ。あ、今日はないのか。ゆっくりしててください。ややちゃん、この後、そこら中が神様歌うの？歌わないんだったらアカペラで歌ってもらっちゃったら。またそういう無茶ぶりだね。またそういう無茶ぶりをしちゃうけど、次歌うんだったらいいけど、歌う予定がないんだったらここでアカペラで歌ってもらったら。俺もしおみさんもだって大好きな歌なんだよ。そうでもあれがアカペラで歌ってるの難しいよ。ちなみにしおみさんはこのやゆちゃんのライブの後もう一回登壇がありますんでね。はい、せっかく来ていただいた。あ、なんか配るものあります？あ、やゆちゃんに、はい、プレゼント。僕、これですか？あ、なんか、いや、これじゃあ皆さんにこう伝えて。あ、そうそう、あとね、あの塩見さんね、こういう形でローカルビジネスの作り方問題集って書いてあるんですけど、こうやって穴を埋めていけば、あなたの人生がなんとですよ、あなたの人生は自分自身分かってないわけですよ、どう生きたいか。だけど自分の言霊がですね、自分に返ってくる形で、あ、自分って本当はこういうふうに生きたかったんだなっていうことで のこう説問集みたいなのがあってですね、これすごくシンプルでできてますんで、皆さんぜひね、はい、いいですか、あの二人に。アカペラじゃ歌わないの？いや、それじゃあ、歌詞だからね。これは聞き物だよ、これアカペラで聞けるってことないよ。太鼓とか持ってる人適当にお願いします。中山さんが、じゃあ皆さんは手拍子。あ、カホン、いいですね。あ、ありがとうございます。なんか出てきたよ。あ、帰国ランディング。ララ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 ラ。
時見ていた空、空いっぱいの流れ星、山桃の木で遊んだと。今よりもっと長い一日、今よりもっと長い一日。そこら中に神様はいて、田んぼの中にも昼小屋にも。寂しくない一人じゃない、ポケットの中にもほら。ありがとうございました。イエーイ、イエーイでした。